どうも、めっちゃめっちゃメッセです。はい、ということでね、今日もやっていくんです。今日ね、今日はね、ここね、5年で急激に弱くなったね、強豪校ということでね、ちょっとね、やっていきたいなということで。まあね、あのね、高校野球をね、やってるとね、まあ強くなる高校ね、弱くなるね、高校があるんですけど、まあ5年前にね、まあマジでね、強豪校で、まあほんまに弱くなるってね、想像できなかったね。 え、高校ね、え、ちょっとね、え、5チームね、え、ちょっとね、チームじゃないもん、ベスト3ね、え、ちょっと紹介しようかなということで。え、まあこれはね、結構あの、なんで弱くなったのかとかもね、ちょっとね、考えさせられますし、え、逆にね、え、強くなった高校とかね、またね、え、後日ね、やろうかなということで。え、まあ5年前といったらね、今2024ですから、え、まあ2018、9年ですよね。 えー、だから僕が高校生ぐらいの時に、僕が高3ぐらいの時に強かった高校で今弱い高校っていうのをね、えー、言っていきます。えー、まずね、3、え、位、ー、が、えー、これはまあね、あのー、間違いないと思います。えー、まず3がね、これまず修学館ですよね、えー。この2018年の頃までは、まだ印象的で言ったら、 えめちゃくちゃ強豪校でした。えー、一回ね、コールド負けてね、えー、僕たちの時にコールド負けでめちゃくちゃね、話題になったぐらいね、えー、ほんまに、えー、修学館って、やっぱりその、会社監督が抜けるまでのやっぱ、ね、会社監督がおる時きのやっぱ修学館ってほんまに強かったですし、えー、やっぱりもう、 ね九州の強豪校というよりかは、えー、もう全国でね、えー、めちゃくちゃね、名前のあるね、えー、高校でした。で、まあ、弱くなった原因としてはね、まあ、これはもう明らかだと思うんですけど、えー、会社監督がね、えー、おらんくなって、えー、急激にね、えー、弱体化した。だから監督がね、あのー、変わることによって、ここまでね、あのー、戦力っていうよりかね、えー、あんな強豪校やったね、えー、高校が監督がね、一人おらんくなるだけで、 えー、ここまでね、えー、戦力ダウンするっていうのは、やっぱね、まあ、どっちに、まあ、どう、いまあ、なんていうんですかね、どっちにしろ、やっぱり、会社監督の存在ってエグかったなってね、えー、思いますね。えー、が、まずね、えー、修学館が3ということで。えー、ほんで、2位か、えー、僕はね、これはね、やっぱり、何か言うてね、花咲く、花咲徳春ですね。 えー、この徳原はね、なんでね、弱くなったのかってね、えー、まあ、子供会は関東大会に、ね、春ね、優勝してるんですけど、甲子園でいったらなかなか出てきてないんですよね。ほんで、僕たちの1個上の時に、えー、全国大会優勝して、えー、それこそ西川真弥選手とか、あの、犯罪者のキャプテンの人とかね、<laughs> まあ響きは悪いんですけど、まあでもね、その年の、えー、徳原って、ほんま、めちゃくちゃね、強くて。 ほんでね話題性もあってめちゃくちゃねこう格好がですよなね水色のユニフォーム着てねほんでねなんでねそんなに徳あるがね弱なったのかっていうと、えー、やっぱりねこのキャプテンの子が、えー、犯罪を犯してほんでねやっぱりその花咲徳ある全国大会優勝ね甲子園優勝したキャプテンやのにっていうの印象がねかなりね強かったと思うんですよ だから、あの子がね、どこの大学行っとったとかね、えー、そんなんはね、全然ね、えー、わからないですけど、でもあのね、キャプテンの子が、えー、花咲特ので師匠を務めとったってことがね、世間にね、めちゃくちゃね、えー、広がったじゃないですか。だからそれがね、ま良、あ、くも悪くも、えー、影響をね、もたらしたと思います。まあ、めちゃくちゃね、悪くの方やと思うんですけど、やっぱりそれでね、やっぱ甲子園優勝して、 えー、その大学でね、えー、そんなんなるってことは、もうこれ、高校もね、えー、そんなところに入れるね、進路が悪いんやとかね、あのー、なんていうんですかね、こんだけいい選手ですら、えー、そんなところにしか入れられへんのかとかね、えー、そういう解釈とかされて、ほんでね、評価ね下がったと思うんですよ。でもね、これ、分かっておいてほしいのは、こういうね、基本的にね、えー、こういう甲子園に出るようなね、えー、選手とかっていうのは、 あのもう甲子園出る前に、えー、ある程度、ね、進路ってのは決まってるんで,ほんでその甲子園出てから甲子園出終えてからね、えー、進路を決めるっていう選手の方がね意外と珍しいんで、えー、だから、その甲子園優勝する前にも進路はね決まってたのでえー、まあ、だから、その甲子園優勝してあの進路そんなんしかないんやじゃなくてもうそもそもね進路が決まってたっていう、ねえー、話の方がね絶対濃厚なんで。 だから、まあ、その、ねえーまあ、影響で、ねえーまあ、少なからず、ね、花咲徳は、ねまあ、人気が、ね、なくなったのかなと思います。で、今、ね、盛り返してますから、でもやっぱり結局、ね、5年ぐらいは、ね、ブランクあったんで、えー、そういう意味ではなんか、まあ、僕が思う、ねえー、5年前の印象とは、ね、今の、ね、花咲徳の、ね、印象って、ね、全然ちゃうなと思うので。 えまあとりあえず2位でね。でまあ1位はこれはね僕はもうねダントツやと思うんですよね。でどこかって言ったらねやっぱ滋賀学ですよね。えー、もう今なんてねあの大江がほんまにね滋賀といえばもう一強って言われるぐらいにねなってしまったんで、えー、なんでね滋賀学はねこんな弱なったのか。僕たちぐらいの時はあの滋賀県の野球ねどこがね 強いって言われたらやっぱり、ね、志学とやっぱ近江の前2強やったんですよ。でその中でもやっぱりね志学の方があのヘリコプター打砲やらあのダンスやらでね結構話題性もあってなんか近江が女の子にモテるとかねそんなんはねまだ全然なかったんですよ。ほんでね志、えーまあ、学がねここまで、ね、停滞したのはねなんでかっていうと、えー、ちょうどほんまにね5年前。 まあ僕たちの年代の時ですね。えー、に、もう5年、6年前になのかな。ちょっと時系列バグってたらごめんなさい。まあでもこう、まあまいいか、えー。僕たちの年代の時に、あの、近江がね、えー、それこそ金足農業に負けて、でも、滋賀県初のベスト8まで夏行ったんかな。それが僕はね、めちゃくちゃね、悪影響やったと思うんですよ。ほんで僕たちの時の、 大ーってほんまねカリスマ性ありましたしめちゃくちゃね強かったじゃないですかほんでそれでやっぱりねあっこでこの応援とかもやっぱ志賀学のねダンスがね結構名物みたいになってたんですけどなんか大ーの応援が独特で可愛いみたいな感じでね、えー、結構大ーファンがねめちゃくちゃ増えたんですよほんで大ーイコール、えー、結構人気がある、えー、モテるっていうので、えー、あの試合を見とった選手が えー、めちゃくちゃね近江に入りたかったんですよだからやっぱりあのー、山田選手のね、えー、年代の近江とかってねめちゃくちゃねあの選手集まってたじゃないですかあのー、なんちゃら日向君みたいなねレフトの子とかまで7番バッターとかでしたけどめちゃくちゃねセンスありましたしやっぱねそういう選手が、えー、めちゃくちゃね集まったとだからやっぱりそういう意味で僕はねあのー、近江っていうのが えー、めちゃくちゃね強くなってもう滋賀県のいい選手がね基本的にねもうみんなを見に行くようになったんですよ。でそうなってくるともう滋賀学がね、えー、やっぱりこうなかなかね、えー、勝てなくなってほんでもうね、えー、停滞していったと。だから認識で言ったら今なんかもう滋賀学なんてねそんなにね名前ないじゃないですか。でも僕たちの時で言ったらやっぱり滋賀学って聞いたねおお滋賀すごいなってね、えー、思いましたしこの。 4月ね、甲子園えるね、えー、チームやったんで、でも今はね、こうなってしまったんで、やっぱりこう、どっかのチームがね、ポンってね、飛び抜けてしまうと、やっぱりここからまたね、えー、5年ぐらいは、えー、そのチームがね、えーまあ、独占するっていうか、えー、そのチームがね、強いんかなと思いました。だから5年前も、あのー、からね、えー、戦力的なイメージがね、変わってないね、えー、ところっていうのは、だから逆に言えばね、すごいなと。 よくも悪くもね、イメージがね、落ちたり、強いイメージが崩れたり、逆に弱いイメージがね、へめっちゃね、強いイメージに変わったりとかあるんですけど、ずっとね、5年前からね、強い印象でね、あり続けるね、高校って意外とね、難しいやなと思いました。だからまあ、今日お話したのは、このね、5年でね、明らかにね、戦力が弱くなった。 印象がね、めちゃくちゃね、落ちたね、高校ベスト3ということでほんでまあこのね、高校3つでもやっぱりね、しっかりとしたね、やっぱその落ちていくにはね、やっぱりね、原因があるんやなっていうのを今日はね、分かったと思うんでだから逆に今ね、強豪のね、皆さんはそこをさえね、気をつけとけばなんとか強いね、チームをね、継続できるのかなと思いました。 はい、ま,あ、またね、えー、この5年後にね、えー、またね、動画ね、撮ればね、えー、5年前にね、強かった高校、弱かった高校っていうのがね、結構明らかになってくると思うんで、だからそういう意味ではね、えー、こういう、まあ、時の流れじゃないですけど、こういうね、野球のね、えー、ちょっとしたね、直近のね、歴史って面白いなと思いました。はい、皆さんね、ぜひコメント欄に、それでは、お疲れ。